高石マリーナは大阪府高石市にあるプレジャーボート施設。大阪湾では最も歴史のあるマリーナの一つである。ボート免許の講習が行われている。保管艇はモーターボートのみでヨットはない。陸上保管が中心で25から28フィートくらいの船内外機の船が多い。浜寺水路周辺浜寺水路沿いの一角に位置する。この付近一帯は 浜寺公園をはじめ公営レジャー施設が多く並ぶ。浜寺水路沿いには、レガッタ等のボート競技のための大阪府立、想定センターもあるが、主に水路の中央から、北側は、レガッタ等が使用し、南側は、高石マリーナが、ボート免許の講習、試験で使用している。高石マリーナクラブハウス小型船舶操縦士免許の、うち、1級、2級、特殊を取得できる。 国家試験受験コース、国家試験免除コースの両方の講習が行われている。国家試験受験コースはヤマハ免許教室、国家試験免除コースはジャイスが講習を行っている。国家試験の会場となっており、隣接する臨海スポーツセンターで学科試験が行われ、高石マリーナでは実技試験が行われる。また、 登録小型船舶教習所教員の実技講習試験も行われている。これらの国家試験は日本海洋レジャー安全振興協会が実施している。ありがとうございます。